どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでモリモリに音楽できちゃうよということで日々簡単レッスン公開しております。本日も、この G ラボの、ガズモデル10周年記念モデルと、はい、こちらの、シンプル簡単バージョンで初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていきます。この初めてウクレレ Amazon で即ゲットできますからね、ぜひチェックよろしくお願いします。さあお知らせ、このオレンジ色の本が、7月18日今月18日に、出版されますよ。ただいま大好評で予約受け付け中、アマゾンでは予約段階で1位獲得になっております。ありがとうございます。はい、ご予約もお願いしたんですけど、これにまつわるイベントが開催、出版記念無料イベント開催、7月23日日曜日、博多の HMV&BOOKS、8月8日、8月8日渋谷、HM&VBOOKS で無料の出版イベントですよ。これはどなたでも参加できるんですけど、この2店舗で電話予約、本の予約をしていただくと優先入場、椅子のある席限りありますけど、座れるのと、サインをするチケットゲットできますんで、ぜひお願いします。夏の旅行にいかがでしょうか。電話予約もできるんでね、ご活用ください。概要欄に詳細貼っておきます。さあ、本日レッスン入っていきましょう。今は、7月なんですけど、7月に今日からね、7月1日になったんですけれど、梅雨の真っ最中です。雨の歌、歌いましょう。スピッツの名曲、ドン、アジサイ通り。行きましょう。この曲はですね、1995年リリースのスピッツのあの名アルバム、ハチミツに収録されている、まあ、ものすごいこう、いい雰囲気の曲なんですよ。ほんとこれ今の時期ね、心込めて歌いましょう。このサビの、この雨上がれ、気持ちがいいですよ。これね、ちなみに原曲キーと一緒です。草野さんでも、すごい声が高いんですね。ちょっとガズさんはね、ああいう高い声出なかったんですけど、でももう気持ちよくやっていきましょうね。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレシンプル簡単バージョンゆっくりめでやります。後半はかっこいいバージョンです。後半のかっこいいバージョンはなんといってもあの、リズムの雰囲気ですね。あれをですね、どうやって再現しようかというふうに考えた末、いいアレンジになってますよ。はい。2バージョン、ぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。今のところでね、もうバッチリ練習してどんどん音楽楽しんでいきましょう。さあ今日のレッスンの方も入っていきますよ。まずは初心者簡単版のスピッツ、アジサイ通り。シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。Yeah.
の紫陽花通りガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー、あの A7 のコードが渋いですよ、かっこいいんです。急にこうなんか明るくなるような、あのサビはちょっと希望があるんですけど、 A メロとかちょっとねなんか雰囲気暗い感じがするんですけど、そこの間を取り持つ A7 のコードみたいな、そういうなんかコードのこの感じもすごく流れもいいし、さすがにもサビのメロディーなんてもうなんもう素晴らしすぎる。いやー、思いっきり歌っていきましょう。そして今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ウクレレ練習用のショートカットバージョンのアレンジになってます。主に1番をやったらもう一回サビを繰り返して終わったということなんですね。で、フルコーラスやるには2番をやるんですけど、これね、2番やってみたい、フルコーラス挑戦してみたいなという方は、1番のコード進行を書いて、2番の歌詞を書き加えていくとできるんですけど、まあ、今のまずこのね、ガズレレショートカットバージョンをゆっくり練習して、まず基本を掴んで、その後余裕出てきたらできると思いますよ。ひとまずガズレレのね、簡単バージョンから練習スタートしてみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、それを見ながらウクレレ練習してもらって、1個目のゴール設定としては、ガズさんの簡単バージョンと一緒に弾いて、歌って歌えるようになったら素晴らしいと思います。この歌もね、サビのね感じとかね、あの聞くとやるとで大違いで、なかなか掴めそうで掴めない歌の感じっていうのはあると思うんですけど、楽しんでやってくださいね。一緒にできるようになったよという方、おめでとうございます。次のステップいきましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出して、これはねやっていただきたいなと思うんですけど、最初から、全部丸暗記するのはちょっとやっぱ難しいでしょ。やっぱり、どうしたらいいかというと、楽譜的なものを見て、楽譜を何回も見ながら練習して、いずれ覚えちゃって大空、この雨空に向かって歌う、こんなのがいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあんのということだと思うんですが、安心してください。今の、演奏はですね、ガズさん自分で手書きで書いたノートの楽譜を見ながら今ね演奏していったんですよ。はい、このガズレレノートです。もう36冊目です。はい、ちょっと見てみますと、はい、これです。紫陽花通り、はい、これを見ながら演奏していったんですけど、もうちょっとしたらね、カメラにこんな風に映して、みんなもこんな風に書いたらいいよってシェアするんですけど、今とってもいいサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたスピッツの紫陽花通りを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜の中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフガズレレGラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなものは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと、毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝4時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。紫陽花通りスピッツです。見ていきましょう。これイントロですが、これ Am4 ブロックなんですけど、ここ見てください。キメ G7 って書いてあります。これかっこいいバージョンはね、ここちょっとキメフレーズみたいなの入れていきます。ちょっとこれは、ね、後で解説するんで、このようにシンプル簡単バージョンは上の段、かっこいいバージョンは下になんかこう、こんな風になんかキメとかね、今と同じですけど、キメの G7 とか書いてあるんで、それがご注目ください。といっても今日すごいね、コードとかそれはシンプルなんですよ。なんで結構ね、演奏はいいと思うんですけど、やっぱこの歌の雰囲気とかリズム感がキーポイントかなと思います。こんな風に写しておくので、皆さん一時停止してご自身でノートに書き出していってください。そして今紹介させてもらったガズクラブで、この今写ってるこのガズノートをゲットしてもらうのめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴は、ここの V とか言葉の上に点がついてるじゃないですか。これでリズムがわかります。ちょっと見てみると、ワン、ツー、サン、シー、うん、あんめ、ふり続くよ、あじさい通り。ここの点でリズムがわかる。うん、あめ、
風里続くよ、ああ実際こういう風にわかるよね。あと歌詞カードの表記にね、こう伸ばすところとか、このコードに対しての位置関係でなんとなくのタイミングがわかるというね、すごいことになってます。この通りにメモればいいと思うんですけど、ぜひねガズクラブの、この楽譜もご活用ください。ひとまず1イントロ1に、移しておきます。 OK ですかね。はい、ここもかっこいいバージョン、ターターター、これもねちょっとね後で解説しますからね。でここがサビ、サビがめちゃくちゃもうやばいんですよ、ほんと。この雨上がれ、もうね歌いたい、雨雨空に向かって。はい、これを目書いていってください。そしてご注目はですね、サビこうやってやって、ここの4行目、ここ見てください。1回目は A7 2ブロックやって、もう1回サビに行きます。はい、だからこの雨上がれってなりますね。はい。で、もう一回二回目繰り返してきたら、今度丸二に行きます。今度丸二は、これイントロと同じですね。でって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 やつ。はい、ここ、キメ G7 って書いてあるでしょ。これイントロと同じやつをやって終わる。これがガズレレのショートカットアレンジ、簡単アレンジバージョンでございます。さあ、出てくるコードを見ていきましょう。今日はコード7個です。言っていきます。C と Am と F と Dm、G7、E7、A7。これが今日いい味出しますね。今映ってるこの7個はガズレレではもう超入門コードでおなじみ。これです。はい、ガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めようと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コード。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんで超簡単。なんだけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思ったら、押さえる場所とコードの名前とかごちゃごちゃになりますね。そこで私が皆さんの頭にスースー覚えられちゃめちゃめちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、ガズレレ必須コード覚えてください。今日は10個のうちの8個出てくるわけですから、これを機に覚えていきましょうと。はい、それではね、かっこいいバージョンの解説入っていきましょう。その前にね、ちょっとね、注意点というのは、やっぱ歌がこの曲がすごく素敵なんですけど、息継ぎをするところをですね、自分ですごくサビとか特に気をつけとくといいと思います。なんかね、ここはね、あ、この雨上がれ、あの子の方を照らせ、ほら、ここまで、ワンブレスで行きたいんですよ。そうするとかなりですね、息、あの子の方を照らせの前です、とか、なんかいろいろ自分なりに考えていただくとね、この息を、そのブレスって言うんですね、息継ぎのこと。そのタイミングでメロディーがこう途切れないように。ここがね、結構、よくマニアックに聞いていくと面白いところかなというふうにも、そんなところまで気にすると面白いかもしれません。じゃあ、そんなことを踏まえてかっこいいバージョン解説入っていきましょう。かっこいいバージョンは出てくること一緒です。リズムが変わってくるということなんですけど、今日出てくるリズムはこちらです。ドーン !16 ビートのチャト、アイランドビート。あとカッティング、はい、この3つを織り交ぜたリズムで、生み出していこうと思います。今映ってくるこの3つのリズムの解説は概要欄に貼ってあります。ウクレレでできるリズムのいろいろっていうところに、それぞれの動画の濃厚解説動画がアップロードされてるんで、何そのリズムわかんないという方はちょっとそこでね、じっくりリズムの勉強して動画でマスターしてみてください。めっちゃこれから構成通りにちょっと案内していくんで、ざっくりレッスンみたいなものを織り交ぜてやっていくんですけど、まずイントロで出てくる印象的なメロディ、ペッ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 、ここのところではアイランドビートっていうのを使いたいんですね。で、このフレーズっていうのは途中感想とかエンディングにも出てきて全部共通なんで、ここのところはアイランドビートでいこうと思います。ちょっとやってみますわ。そこで決めで G7 っていうのが入るんですね。ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、ゴー。ちょっとこれ G7 アップで入る、決めなんですけど、まず Am でアイランドビートの練習してみましょう。せーの、はい、このアイランドビートっていうのはね、なかなか使えるリズムでございまして、ガズレレでもねちょこちょこ登場するんですけど、本来これ C で弾くとね、ちょっとのんきな、なんつうのかな、ちょっとレゲエっぽい。One love, one heart、 こんな感じでのんびりゆったりなんてアイランドビートってなってるんですけど、なんかマイナーコードになるとまたいい味が出てくるっていうようなことで、この曲まさにその感じで、ちょっと跳ねて、でもね、さっきほど跳ねなくてもいいと、この跳ねの具合はそんなに跳ねないんですけど、跳ね、ちょっと跳ねます。ダンダッカチャッカタッカダンダッカチャッカ。で、決めで G7。なんだっかちゃっかたっか、たんだっか、ジャポーン。アップで G7。これは結構早技ですよ。手首柔らかくしてください。引っかかってバキーってなんないよね、音が。なんだっかだっかだっか、た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 っか、これ、ちょっと練習してみましょう。せー
ごゆっくりで。リズムキープ。これちょっと練習してみてください。でここにそのメロディーを口で、継ぎ足していくという。ダッ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 。はい、これ、全部共通です。このフレーズのところはアイランドビートを使ってやっていきましょう。で、普段のところとサビ、これ以外のところはね、つまりね、16ビートのちょっとカッティングが混ざってる。かっこいいファンキービートなんですよ。かなりこっちもね、シャッフルですね。ちょっと A メロやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー。あめ、吹き続くアジサイ通りを、傘、さささすり向いて走っていく。こんなゆったり感。ドンツ、パクツ、パッパッツ、パカチ、ケボンツ、パカチ、タスタス、パカチ、ケボンツ、パカチ、パッパッツ。こういうリズム。かっこいいですよね。これ何気に難しい。で、おすすめの、弾き方は、この動画。これが、16ビートのちゃんとカッティングが混ざったファンキービートっていう、これの練習動画があるんですよ。これちょっと概要欄に貼っとくんですけど、これがかなり参考になると思います。これかなりすごい動画ですからね。これを、ちょっとやってみたいなということなんですけど、ブンツ、ダクツ、タス、タス、タカチ。ゆったり跳ねてる。これがね、まあ何気に結構まあ難しいということで、じっくりちょっとこのリズムを表現し、ドライブ感、グルーブを表現していきたいと思いますけど、このリズムの中にさっきのイントロでできたリズムがね、こう突然加わったりするわけですよ。A メロの最後も全部ごっちゃ混ぜにする1番の A メロの後半からやってみましょう。全部ごっちゃ混ぜにする、こんな感じで似てるんですけど、同じ16ビートのチャンの仲間なんでね、なんですけど微妙にリズムを変えるというですね、このかなんていうかのマニアックなこうアレンジとなってるんですけど、この流れ結構かっこいいですよね。で、2番の、が終わってサビに入るところだけ、まあ、ちょっと流れを変えるところ A7 とそこをちょっとやってみましょうか。じゃあちょ、2番のレベルの最後ちょっと分けてくれた明日の窓でからいきます。せーの、ちょっと分けてくれた明日の窓、まあこんな感じでサビに入っていきましょう。 A7 でダーダーガダーダーガダーダーガダーダー、ここはオープンでダンダーガダンダーガダンダーガダー、なんかこう4つ弾きに近いんですけど、ダーダーガダーダー、これ流れる感じでできると思うの A7 ってね。でサビもこの雨上がれ、この雄大なファンキーな16ビートのチャのカッティングでゆったりどっしり、こう跳ねてるリズム、これがいいんですよね。ここがスピッツといえばこのリズムなんですよ皆さん。スピッツといえばこの16ビート、ゆったり16ビート落ち着いて跳ねてる、これがスピッツなんです。ぜひぜひこれをちょっと掴んでほしい。でも簡単に聞こえるんですけど、これ難しいんですよね。はい、なんでさっき紹介したこのね動画が今日すごく やっぱり役立つと思うし、基本の16ビートのちょっとカッティングを見てもらうのもいいと思う。あ、この動画もいいかもしれないな。これを2つ貼っときますよ。これ16ビートのチャが上達する7つの法則みたいなやつ。はい、今日はそこに尽きると思いますね。それでもう繰り返して終わるっていう、その説明も今日はこれで終わり、決めもないんですよね。あのフレーズが入ってるだけなんですね。なんでまあゆったり感かな、早くなっちゃうと思うきっと。なんでこうリズムキープ、体でリズムキープしてゆったり、そしてやっぱ雨がしとしと降っているんだけれども、なんか清らかな感じがしますよね、そのイメージ。それこそアジサイがね、満開なところにこう雨粒が落ちて、なんかその雨粒に花が立って、花がぽよぽよって揺れてるなみたいな、そんな情景とともに歌うのもいいですよね。この歌詞の内容も、もうスピッツといえばこれ掴めそうで掴めない、分かりそうで分からない歌詞、そしてあの情景、そしてこの雨降り、そしてこの雨雲みたいな、そういう世界観、一緒に心込めて今一番いいですよこれは。はい、今だからこそより輝く取り組んでいきましょう。さあ行きましょう。スピッツのアジサイ通りガズレレのかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、ゴー。雨降り続く紫陽花通りを風
紫陽花通りガズレレ流かっこいい場所やってみました。季節の時に季節の曲を季節の中で歌うこの喜び、皆さんぜひトライしてみてください。さあお知らせです。さっきも言いましたけど、オレンジ色の本が出るよ、ソングブック5予約受付スタートになりました。皆さんいろんなところで予約受け付けてます。インターネットとかアマゾンとか本屋さん書店さんでよろしくお願いします。そしてこのイベント、7月23日博多の HMV&BOOKS、 8月8日渋谷 H&AMBOOKS で、無料出版記念イベント開催です。電話予約もできるから、遠くにお住まいの方も夏の旅行にぜひいかがですか。ご案内は概要欄に貼っておきますので、ぜひこのイベント参加してください。最高のイベントですよ、よろしくお願いします。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか。鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますので、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。アマゾンなどで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもでガズが使ってるジーラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。